聞き手ハチミツのハッチャンネル。さあ、いよいよ来ました。12話、これで、第1期が、はい、終了ということになりますが、はい、皆さんお気持ち的にはいかがでしょうか。この最終話を迎えるにあたっては。そうですね、やっぱ落ち気になりますよね、どこでね、どうなるのか、で、この時はおそらくですけれども、第2期あるなんていうのはまだ決まってないですよね。そうですね。多分、ね、僕らは知った上で見てますけど、はい、なのでこの第1期のいよいよ最終回ってことは勝つのかなと思いつつ、はい、なんか第2期ありますよ的な、映画でもありますよ、ありますよ、ああいう終わり方なんやったら負ける可能性あるなって、ちょっと、いや、ちょっと気になりますが、見ていきましょう。めっちゃ強いやん、ケンシロウやん、すごい鍛え方。確かにシンが住んでた建物のようにも見えた。確かにサザンクロス、サザンクロスの。ほんまにブルワイで喋ってんのってフランス語なんですかね。ああ、でもそうじゃん。そうだよ、そんなにごまかせへんの、そこ。最後か。このオープニングを見るのも最後。プリティダービーっていうのもなんか昔おった馬みたいな名前もんね。ああ、確かに。プリティキャストとか。ダービーってつけんのなかなか勇気いる名前やけどな。いましたけどね、ダービーレグノとか、うん、ダービーレグノ言ってましたね。ダービーレグノぐらいちゃうで、そこそこに走ったダービーキングダムとかも言ってませんでした。ダービーキングダム言ってませんでした。なんか聞いたことあるような内容な、ダービーね。結構この歌ももう耳なじみ、ね、できましたね。カラオケで歌いに行くか。最後ね、みんなで歌って、ね、お母さん、お母さん、一緒や。あ、そうでしたね、スペちゃんの最初と一緒でした、第1話な。よう覚えてますね、ハチミツ。これじゃ あの日本ダービーとか見に来てなかったよね。そうっすね。確かに。あ、言ってる、なんか。
うわ、同期が みんな応援しに来てる。久しぶりやな、ハルーラの。強そう。
珍しいな。だいぶ変わりましたね。変わったな。エリちゃんやるな。このレース。お母さんそっくりっぽいな。
お、見えた。先動いた。大きいな。弱い。マッチレースみたいになるのかな。そうでしょうね、もう多分ね。あのキャラが出てない。結構春先のスペシャルウィークって早め動いてましたもんね。そうやね。はい。天焼きはちゃいましたけど。かっこいい。お。一騎打ちや。あれ？マンタ。近いな。重心低くなった。鈴鹿先輩みたいになった。なりましたね。バリアみたいな。うわー、圧勝や。圧勝した。そう、そう大勝ね。強い。スポーツマンシップや。
こいいな、ほら。オールスター。うわうわ、でもトレーナーが言ってた夢のレースが実現したってことか。うわ、どうやって買うこれうわうわ、最内大外セイオンスカイおらんな。いやー、はい、終わりました。勝ちましたね。最後の、まあもちろんあの夢のレースもそうですけれども、その1個前の鈴鹿先輩の次は私の夢を叶えるというところが、もしかしたらこの後何かあるのかというところですよね、多分ね。一期の終わりで、二期はじゃあ鈴鹿先輩が主役ってこと。これがどうなっていくのか、何かそういう思いのある感じはありましたけれども、最後のあの夢のレースはどうするんですか、みんな。あれ、あのレース本命であったらどうするんですか。いや、多分1週間ぐらい多分 YouTube で予想するんじゃないですか、うん、見てられると思うんで。多分見てられるな、はい、飲み屋でたまにおっちゃんのあんな話してるもんな。そうですね、しますね。野球で言ったら最強のオーダー、はい、最強のあれやったら何が一番人気であるとかどうだと。いや難しいっすよね、ほんま に、 難しいっすね。人気が多分あんのっていうのはサイレンスズカとかやと思うんですよ。ああ、うん、だけどシンボリルドルフとか、その昔強かった人ね、強かった時代を見てた人がかけたくなるとかね、世代でいう、はい、いつのあの馬鹿にもよりますしね、うんうん、ああ何歳の時の時。なるほどな、はい、成田ブライアンとか特にそう出てきますよ ね、 そうですね。いやもう制作者もすごないこれ。こうやってみんな多分あれ答えが出へんから一生こんなこと言ってんねん。そうですそうです。多分あれあの時のスペシャルウィークやったとか分からへんからな。だって僕基本はやっぱり競馬って当たってほしいし、うん、自分の本命来てほしいとかあるけど、あのレースに関してはもう別にあの何もなしでもええわ、ね、見ときたいだけ。そうですね、あれな。で楽しいですね。だから制作陣も、まあ、もちろん結果は、うん、まあ答えとして出さないけれど、うん、枠順だけでもめっちゃ揉めたんちゃいます。せやな。せやろな。すごい会議積んだでしょうね。だってあそこに全部入れてたわけじゃないもんな。そうですね。まああれはまあまあもちろん夢のレースで、でも2期あんな見れたら最高やけど、まあないかさすがにそこは。いや決着つけづらいやろね、さすがにね。いやということで、はい、この後はいよいよ最後の感想編になるわけですが、はい、本日はこの辺です。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。